はい、どうも、こんにちは、えー。ハイレベル高校数学、大学数学の課で、えー、解説動画を随時アップさせていただきます、七、え、夕、ー、ナナと申します、えー。今回の内容は、えー、複素関数論の Fz イコール E の xz 乗のお第5回目の授業ということで、えー、続きをやってまいりたいと思います、えーと。どこまで説明したかというと、前回ですね、えー、この帯状の領域、緑の領域ですね、 えーと実軸上の 2πi までのところの領域帯状の領域ですねこれが、えー、c から0を除いた複素数平面と1対1に対応しているというところまで解説が終了していますで、えー、今回はですねもうちょっと詳しくですねこの帯状の領域の中で、えー、点を動かしてみてどのように変わっていくかっていうのを見ていきたいと思います えとこのようにですね、えーと、長方形を取りまして、まあ、ABCD とこういうふうに名付けて、これが、えー、W 平面でどういうふうな動きをするかを見ていきたいと思います。まず A ですね、この点。この点を A、えー、っと、そうですね、α1 たす、えー、Iα2 と ここでも置きましょうか。こうすると e の z 上は？e のアルファ1。上の cos のアルファ 2+。えー、i サインのアルファ2と。こうなるので、えー、どこに来るかというとまあ、変革がアルファ2ですから。まあこれあのダブル平面だと思って、えー、こうですね。変革がまアルファ2。で。 えー、大きさ絶対値が E の α1 乗ということで、まあ、この点ですねに A' が来ると、まあ、A の対応先行き先ですね A' が来ると、えー、しましょうで今 A が、えー、こちらの方に向かっていきます B の方にこう向かっているという状況を考えていきたいと思いますこうですねで B の座標が えー、ここが今、アルフ α1 とアルフ α2 でしたね。で、こっちを、えっ、ー、と、ベー β1 と、ベー β2 としてしたいと思います。そうすると、えー、b は、えっ、ー、と、ベー β1 足す iα2 ですよね。ということで、e の z を考えると、e の ベータ1乗の cosα2+,isα2 と。ということで、えーと、ここの部分は変わってないですね。この部分は全く変化ないので、要するに変革の部分は変化がないということで、そのまま伸びて、えー、こういうふうに移動することになります。A が B に移動すると、こういう動きをするんですね。 こういう動きをして B のところに到着するということになります。ここを B ダッシュにしましょう。いいですかで、えっ、ー、と、次にですね、ちょっとここ色変えて、えー、C から、B から C に、今度上にこう向かっていきましょう。こうね。そうすると C の座標は、C は、えー ベータ1足すアルファ、のベータ2ですかね。えー、ベータ2ですかね。ってしましてね。ここにベータ2って書きましたので。でね、えー。ということで、E の Z 上は、えー、E のベータ1上のコサインのベータ2足す i サインのベータ2となるわけですね。 じゃあ、これどこかっていうと、ベータ2は、ベータ α2 よりも変革が大きいので、まあ、回転をしてし、さらに回転がこう、起きるわけですね。この辺に来ると。こうですね。で、えー、大きさ、絶対値変わってないですよね、こっちね。ここの部分は変化がないので、えー、この距離は変わってないわけです。だから、ここが、えー、C' になると。 C の行き先は、えー、ここですね。今、ここ線をこう引きましたけれども、えー、っと、B から C に、矢印の方向は、まあ、こうですね。こういう、たどって C のところまで来ることになります。いいですか ?B から C に行くんですよ。ですね。で、えー、またちょっと色変えて、 C から D に行きます。C から D に、こういう道順で C から D に行くと、どうなりますかね。D の座標は、これは、α1 たす iβ2 なので、E の z 上は、これは E の α1 上の cosβ2 たす アイサインのベータツーですね。ということで。えー、ここですかね。ここになるわけですね。リーダッシュ。まあ,あ、えっ、ー、と、半径がい、e、いのアルファワン。い、e、いのアルファワン上のところの点に来ると。さっきシーダッシュはい、e、いの。えっ、ー、と。 ベータ1乗のところ乗、ね、のところに,ころに、えー、来てると。で、こういうふうに移動してくると。で、D から A に戻ってくるのをまた赤の矢印で書くことにすると、こう戻ってくると。こう戻ってくると、えー、こういうふうな道のりで A に戻ってくると。 いうことになるわけですい,いですかねじゃあこの、えー、と中身、えー、と長方形の中身はどういうふうなところに映るんですかねこれこれは当然この、えー、円環領域の内部に映ってくることになりますわかりますよね まあこういうふうな長方形を円環領域に移すのが、えっと、まあ、E の、X、Z 乗という指数関数なんだっていうことですね。えー、それが分かってもらえればと思います。えー、あと、他にですね、え、分かっておかなければいけないのは、まあ、これ、あの、この状況から分かると思うんですけど、えっと、実軸を まあ増やしていくと、えっ、ー、と、z のじじ実数パートがね、増えていくと、これは、えっ、ー、と、e の z 上の大きさは、えー、いくらでも大きくなると。プラス無限大だと。えっ、ー、と、rz が、rn の z がこれ一定で、イマジナリーパートが <laughs> プラス無限大でも、e の z 上はこれ、えー、無限大にいかないですね。 これは周期 2πi だから周期が 2πi だからだから要するに z が、えー、無限大にプラス無限大に行ったとしても e の z はプラス無限大に行くとは限らないということがわかります それから、えっと、もう一つ、いくつかですね、えー、証明すべき性質として、E の Z1、Z2 のこの指数法則が成り立つということ。および E の Z1 のバーが、強、えー、約素数が E の Z1 の強約素数になるなんていうことも証明すべき事実ですね。 次回、あの、対数関数の方に入っていきますけれども、この辺の事実がしっかりと分かってい,いないとですね、対数関数に入れませんので、よく復習をしておいてください。それでは、えー、今日の授業を終わります。ご清聴ありがとうございました。